はい、今回もですね、何者でしょうかね。知らねえと。ミカ？バイリネン。バイリネンかな？インサイドハーフっぽい能力ね。ミカ・バイリネン。あってね、ミカ・バイリネン。フィンランド。そうやね、フィンランドっぽい名前ね。リトマンで見た感じやもんな。あー、もう引退してそうやな。はい、相当やばそうな能力っすね。ミカ・バイリネン、バイリネン。バイリネンがまず言いにくいやな。解明してくれよ。最多出場がフェーレン・フェン。もちろん引退してると。あ、でもすごいな。フィンランド代表64キャップで5ゴール。すごいじゃん。フィンランドの心臓みたいですよ。お、で、現在監督してると。FC ホンカ。どこ？ FC ホンカっていうところで監督してるって言ってるけど。FC ホンカ。フィンランド2部か、これ。フィンランド2部っぽいぞ。すげえな。フィンランド2部でプレイしてる、監督してるって。ホンカ。すごいね。なかなか渋いね。はい。まあでもフィンランドもね、こんだけキャリアキャップ数持ってますけども、まあさすがにワールドカップはね、出れないんでね。もともとフィン、あ、もちろんね、フィンランドでプレイしてて、で、ヘイレンフェン、4年。で、PSV で3年。で、またヘイレンフェンに戻りの、リーズに行きの、すぐに、フィンランドに帰ると。で、ロサンゼルスギャラクシーか。すごいじゃん。に1年行ったのかな。で、最後ヘルシンキに帰ってきて、引退という感じで。プロ通算441。まあ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 ね。まあ、一番長いのはやっぱりエールディビッチやな。で、リーズはあれ、多分チャンピオンシップやな、そうやな。チャンピオンシップだけだという感じで。チャンピオンズリーグ9試合、PSV かな。まあ PSV やな。っていう感じで。まあそこそこの選手じゃないですか。で、現在監督やってると。42歳。まあでも、42歳で、フィンランド2部やから、これからもしかしたらね、ゆくゆくは、フィンランド代表監督とか、あんじゃね？